もう少しまともなもの食べたらどう？雪村、栄養ならばこれで足りている。少しは日光を浴びた方がいいわよ。セロトニンの不足は脳の働きを鈍らせるのよ。余計なお世話だ。そんなことより3分の遅刻だぞ、ヒムロ。2分32秒よ。理工学専攻なら時間は正確に測りなさい。減らず口は3分間の作業を取り戻してからにすることだ。いいハンデでしょ。それより雪村君は多項式時間帰着の方法をとっとと探したら？発表近いんでしょ。もう目星はついた。ハミルトンパス問題の応用だ。どうせリチャード・カープの証明のパクリでしょ。参考にはしているが完全なオリジナルだ。憶測で物事を確定するな。どんな無様な証明が出てくるか期待しているの。お前の頭でも分かるようにせいぜい簡潔に書くとしよう。そうだ、雪村君。なんだ、氷室。私あなたのこと好きみたい。何？お前今何と言った？私雪村君のこと好きみたい。俺は恋愛経験というものがまるでないが、氷室、お前は聡明だし良き好敵手だとも思っている。まあどちらかというと好意を持っていると言えなくもない。だが俺が氷室を好きかどうかは分からん。まず好きの定義とは何だ。氷室は何を証拠に俺を好きだと判定した？そうね、確たる証拠もなく判定するのは理工学専攻失格ね。これは私があなたを好きみたいだと判定した証拠よ。数値については計測できないから概算と考える。ん？一緒にいると鼓動が速くなって夢に出て。なるほどな。だがこの証拠を持って判定したのはお前の主観に過ぎないぞ。そうね、だから仮にこう置きましょう。うん、好きイコール好きダッシュを証明したいが、これは一般的な好きの証拠と一致するのか。こうして見ると一般性の高そうな要素は多い。考え込む姿に見とれてしまったのは少し違うが。ん？なんだ？なんでもないわ。あなたを強く意識し始めたのは4月12日に夢に出てからね。度数をグラフにしたわ。夢に出た程度で意識するか。俺だって夢に氷室や他の人間が出てきたことぐらいある。夢の中で俺と何があった？その情報は必要？いえ、正確なデータは多くて困ることはない。手は繋いでいたわ。情報は正確に記載しろ。曖昧な表現では解析に支障が。雪村君も私が夢に出てきたことがあるって言ってたわよね。夢の中で私と何があったの？その情報は必要か？正確なデータは多くて困ることはないでしょ。手をつないでいた。なんですって？この共通項、偶然かしら。うん、今の段階では何とも言えんが関連性はあるかもしれん。